どうも、こんにちは、イです。今日、サビ一発目の質問が、近所出かけるとき、コンビニ銭湯など、どんな格好で出かけてますか特に、靴やパンツについて語ってほしい。うーん、まぁ、ほにその辺のコンビニにコーヒー買い行くとか、まあ例えば、じゃあランチ行くとか、そういう、本当に家の周りでみたいなときね。うん、まあ、でももう、いつもそういう時に履いてるような、むしろそういう時にしか履かない、黒のパンツ、スラックスが2本あるので、 それを、もうどっちかも適当にも気分で履いて、靴はもう飴用とか、本当に何でもいい時に履いてる革靴、ね、レザーシューズが2足あるので、それのどっちかをもう適当に履いて、今の時期だと、まあコンビニとかぐらいだったらもうすぐね行けるし、まあフーディーで、もうこんな感じでフードかぶって行ったりとか、まあとはドライバーズニットも、 あの、いくつかドライバーズニットあるので、あの、まあ、それを、なんか気分で、もうインナーとか何でもいいじゃないですか。あの、ドライバーズニットって。だからそれにジップ閉めて、サミーとか言いながら、コンビニ行ったりとか、ほんとそんな感じかな。まあ、トラックジャケットの時もあるけれども、さすがにちょっとそれだと寒いから、うんー、まあ、フーディー、フード被っていくか、うんドライバーズニットで行くかっていう、大体こんな感じかな。ほんと近所で。まあ、だからこれが、 電車とかなるってなったら、乗るってなったら、スラックスとか、まあそういうパンツとかっていうのは少し考えたりするけれど、もう本当家の周りとかだったらもう何も考えずに、もうその、まあ大体もうその組み合わせ、もうほんとそれのどっちかっていうか、まあフーディの種類変えたりとかっていうぐらいで、もうパンツとかはもうほにいつも同じような、 スラックス、ゆるい、まあ、割と、まあ、ストレートぐらいのちょっと、ゆったりした感じの、え、黒のスラックスと、本当にすごい太い、もう裾もちょっと地面すれて破れてるみたいなパンツがあるので、まあ、それの、どっちかを気分で履いてるっていう感じかな。本当シンプルですよ。もう本当シンプル。みんなそんなもんじゃないの。だから僕はなんか、その、なんて言うだろう、スウェットとか、 なんかこう、本当にダルギで履く、なんか、ジャージみたいなパンツとかね。それ持ってないんで、ほとんど。まあ、本当に、あの、部屋で履く用みたいなのだったらまだいい、あるというか、あるけど、それでコンビニ行くかとかっていうと行かないから、やっぱそういうなんか、なんだろうね。一応、一応は、うん、着替えるけど。まあほんとそんな感じかな。マジで適当ですよ。うん。はい。そんな感じ。つい、えー、コート着るときに一番履く、えー、パンツの太さはどれくらいですかうーん。 そうだな、もうこれコートによるから、なんとも言えないんだけど、まあ僕はコートにワイドでそのまま合わせるっていうことは、まあやらなくはないけど、結構少ないのね。やっぱコートを着た時は、まあそれなりに細めのスラックス。ただ、まあほんとバッチバチ遅いのも、やらなくはないけど、どっちかっていうとちょっとストレートぐらいで今季の気分としては、まあ縦長でやりたいので、 まあ、ストレートぐらいでストンと落として、履いたりとか、まあ、もしくはちょっと短くして履いてたりっていうのが、まあ、多いかな。太さで言うと、うん、まあ、ちょっと、ちょっと余裕あるストレート。まあ、でもまあ、やや細身かな、みたいな。まあ、これが多いかな。あんまりワイドっていうのは、やらなくはないけど、まあ、コート着ると、まあ、特に僕が持ってるコートは、 まあ、セットインスリブでダブルで、すごい着丈が長いものが多いので、まあ、それをワイドで落とすよりかは、やっぱちょっとこう、コートの裾がこうあって、足っていう、このやっぱリズムが好きなので、この、なんていうかな、段階というか、これが好きなの、段というのかな、これが好きなので、まあ、やっぱある程度細身のままっていう感じかな。まあ、そんな感じですね。はい。次。次が、ラグジュアリーのテンポはほとんど派遣社員、ドアマンも。うーん。 派遣のスタッフは、うーん、全体の1割ぐらいじゃないかな。9割ぐらいは社員ですね。僕も、まあ、もちろんこれはブランドにもよるし、まあ、あとは、今とか、まあ、もう少しすると繁忙期になるので、ギフトシーズンとかで、まあ、そういうタイミングで派遣社員を一時的に雇用して増えてるとかっていうケースもあるんですけど、まあ、基本的に僕はまあ表参道とか銀座で、まあ、ブティックで働いてましたが、全体の1割とかぐらいじゃないかな。 派遣の方って。まあ、銀座だとちょっと多くて2割ぐらいになってたりするようなブティックもあるけど、まあ、ほとんどが通訳で入ってる人が多いんですよ。まあ、要は、もちろん販売もやるんだけど、まあ、その、中国語とか韓国語ができるっていうことで、 中国人とか韓国人のスタッフが入ってたりするので、比率で言うとあんまり多くはないですね。まあただ、裏のそのバックヤード、オペレーションっていう、まあ例えばお包みだったりとか、まあ例えば配送とかさ、まああとは入荷受け、検品とか、そういうの専門でやってくれるスタッフの方とかは、まあ派遣で、みたいな方もちらほらいたりするんですけど、表に出るプレイヤーは、まあ繁忙期はちょっと特殊かもしれませんが、あの、ほとんどが社員です。ね、なかなか派遣っていうのは、そんなにそんなに多くは、 ないです。まあ、銀座のすごいでかいブティックとかで、ワンフロアに、ま、四五人いたりするかなっていう、中国語できる方とかがいるかな程度で、ほとんどは、あの、社員ですね。で、ドアマンっていうのは、あれは、えっと、警備会社から来てもらってるので、ラグジュアリーがドアマンとして、あの、誰かを雇ってるっていうわけではないんですよ。もうその会社として、ま、ブランドと、その警備会社で契約をして来てもらってるので、 ま、社員かどうかっていうのは正直詳しくわからないですけど、まあ、僕が一緒に働いた人は、ほとんど社員の方々だった。 だし、表参道とか銀座で働いた人たち。しかも、表参道のあの辺ってあるじゃないですか。もうね、あの、同じような警備会社と契約してるんで、例えば僕が働いてる時は、まあその僕がいる A というブランドに、じゃあ例えば何々さんっていう方がいたんだけど、今、例えば表参道行くと、え、何々さん今ここのブティックいるんすかみたいな、その同じような、あの、業界で回ってたりするんですけど、まあ基本的には社員じゃないですかね。 うん。あれは、あの、警備会社から、えっと、ま、来てる、ので、そのラグジュアリーが警備員募集します。え、求人出します。とかでやってるわけではないので。ちょっと詳しくその警備会社が派遣なのか、社員なのかっていうのはちょっと僕もそこまで聞かなかったですけど、ま、そんな感じかな。あの、ラグジュアリーの店舗は、基本的に社員。うん。ま、通訳はいるけど、基本的には社員ですね。ま、じゃないと、まあ、あれクラスの金額を、派遣の方に任せて、 売るっていうのは、まあ、結構やっぱいろいろなリスクやトラブルもあるし、 ま、結局、顧客とかに繋がらないので、ま、あくまで通訳とか、本当にツーリスト対応用に派遣の方を雇用してるっていう感じです。だから、日本の方で派遣で販売やってるっていう人は結構少ない。その裏の業務はいるけどね。お包みとかやってくれてる、派遣できてるみたいな人は、あの、いたりするけど、表のそのプレイヤーでっていうのはあんまり多くはないかな。あんまりってかほとんど多くはないですかね。はい。そんな感じ。次。 次が、最後にしようかな。えー、大陸の良さが全く分からないのですが、どういったところが評価されてるんでしょうかきわどいなこの質問。うーん、僕ね、あの、X 大陸さんにさ、フォローされてるから、あんまり変なこと言うとちょっと気まずくなるんだけど、えー、っと、そうだなまあでも一番最初グッと出てきたポイントは二つあるかなと思ってて、まあ、一つは、まあ、あのー、映画、え、音楽、ま、あとは自身の大阪のね、ルーツあるから、大阪のリアルなストリートって、まあ、こういうところを、 すくい上げて、まあ、ライトなカルチャーとして表現した、あの、虹色の刺繍とかさ、ま、いうのが良かったんじゃないかなっていうのは思います。まあ、映画とかそういうモチーフが、まあ、若い方がね、そういうこうカルチャー好きだったりっていうのもリンクしてるし、まあ、それをこう、コテコテなさ、なんか本当に渋い映画のカルチャーとか、音楽のカルチャーとかってやっちゃうと、ちょっとこう、手が出しにくいじゃないですか。まあ、それをだからライトな、ある程度カジュアルなポップな表現でやったっていうのが、まあ、すごく若い人を中心に刺さったんじゃないかなと。で、 もう一つが、そういう映画とか、まあそういうところから救い上げてって、まあしかも新しい映画ってよりかは80年代とかそういうところの、まあイメージじゃないですか。なのでまあフレアのね、あのパンツも人気だったりとかさ、まあありましたけど、まあああいうような、あのシルエット、まあカーディガンとかもそうですけど、まあのが、まあ多分その時、まあかなり勢いあった古着との相性が良かったんじゃないかなっていう。まあ要は、 まあ、古着のシャツに、えーと、大陸のパンツ合わせたり、まあ逆に、古着の、えっと、デニムに、大陸のカーディガン合わせたりとか、まあロンティー合わせたりとか、まあそういうこう映画のカルチャーとか拾ってる、まあ年代っぽい感じだったりとか、またアメリカの文化とか拾ってたりする感じ。まあああいうのが古着とすごくリンクできて、まあああいう若い服好きを中心に、まあ爆発的に人気が出たんじゃないかなっていうのは、まあ思い。まあここはだから良さじゃないうん。ここが良さでぐっと出てきた。ただ、 あ,あんまり言い過ぎるとちょっとほんと気まずくなるんだけど、えっ、ー、と、ちょっとそれを繰り返しすぎて、まあ、やや、ややね、やや、すごくやや、 幅がないような印象っていうのが若干あるんですよ。あのー、あんまり言い過ぎたくないんだけど、若干あるんですよ。僕、正直思うのが。なんか、毎回映画、映画、映画。で、まあね、直近だと、大阪のストリート入れたりとか、まあ、ま、またね、映画やってましたけど、まあ、ちょっとあの、ランウェイでやった感じは雰囲気変わったな、とか思ったんで、まあ、なんかこう、多分また変化してる途中だったとは思うんですけど、まあ、その、ちょっと間の、あの、同じようなことを繰り返した瞬間に、まあ、MSU とか、まあ、そういう、まあ、シュタインとか、まあ、シュタイン同時期ぐらいかもしれないけど、 そういう、やっぱどんどんね、あの、ドメブラのまた、あの、EQR ブランドっていうのは、まあ、シュガーヒルとかもそうだけどさ、グイグイ出てきたから、今ちょっと、トップは、うん、MSU に奪われてるのまあ、T 大陸とか、あの辺が少し多分、うーん、まあ、人気はあるけど、ちょっと落ち着いて、多分今 MSU がグイッと登っててみたいな、多分この、またドメブラの波に、ちょっと飲まれてるところはあるけど、まあ、さっきも言いましたけど、この前の、この前っていうのはちょっと前ですけど、 あのー、ランウェイは結構良かったと思うので、うん、まあ、どうなんだろうね。今ちょっと僕の周りであんまり大陸来てるみたいな人がいないからさ、ちょっと僕もあんまりわかんないんですけど、まあ、その皆さんの周りとかだと大陸ってどうですか、うん、ちょっとコメントで教えてください。はい、そんなところです。では、えー、こんなところで以上にします。皆さん最後までご清聴ありがとうございました。バイバイ。